インディースポット。はい、それではインディースポットでは僕が個人的に気になったインディーゲームをプレイしながら簡単に皆さんに紹介していきます。今回はこちら、ルナ・ザ・シャドウ・ダスト。可愛らしいアニメーションと丁寧な手書きグラフィックが魅力的なパズルゲームです。リリース日は2020年2月13日、価格は2050円、開発はランタンスタジオ、販売はココナッツアイランドゲームズとアプリケーションシステムズハイデルベルグとなっています。それでは早速ゲームプレイしていきます。ゲーム始めて10分ぐらいしたところなんですけれども、主人公が魔法の世界に落ちてきて、そこで見つけたタワー塔ですねに入って、それをずっとね上に登っていってるみたいなことをしています。で、実はこのゲーム、その文字によるとかセリフですねによる物語の紹介っていうか説明とかが全然なくって、アニメーションとかこの世界に描かれてるものから想像して、あ、こんな話なのかなっていうのを、こう考えていくみたいなところがあります。で、これ主人公ですね。これね、ちょっと女の子っぽいですけれども、これ男の子ということみたいです。で、こう歩きたいところにマウスのカーソルを合わせて左クリックを押すとそこまで歩いてくれます。で、ですね、基本的にはこの部屋から出ることが目的になっていて、多分ね、このドア開かないはずなんですけれどもですね、このドアを開けること、そうすると次の部屋に進むことができる、上に登ることができるっていうことになってます。だからここにあるパズルをね解いていかなきゃいけないんですよね。で、移動するところはね普通のカーソルなんですけれども、触れるものにはこういう風にね指のマークがつきます。こんな感じで、なんかこれ機械が動いてってますね。で、レバーを下ろしたりすると、おー、なんかが送られてきてますけれどもで、これは押すことができるのかな。あー、そうみたいですね。で、ちょっと気になるのがこの生き物、これね、この塔で出会った不思議な生き物なんですけれども、実はですね、なんとこの生き物も動かすことができます。こんな感じで、で、この生き物は基本的にはあまり大きなことはできない、あ、乗ってるってことになってると思います。なんかね、岩に乗ったりはできるんですけれども、で、この生き物と一緒に、次の部屋にそう進まなきゃいけないみたいなこともあるみたいです。だからこの人間の男の子だけがゴールに行ってもダメってことになってますね。で、キャラクターの切り替えはキャラクターをクリックするか、あとスペースキーを押すことでも、切り替えることができます。なので、この2人のキャラクターを操作しながら、謎を解いていくっていうことになりますね。で、何していきゃいいのかな。これはもう送ったし、こっち送った後に動かしてみる。おお、これ何が起きてるのかちょっとよくわかんないけど、この棒が怪しい。すごいすごい震えてる。でもこの棒触ることできなさそうだしな。なんか出てくんのかな。それをこれにかけるみたいなこと、ちょっと動かしてみます。そしたらなんかドバドバって出てくるみたいな。吸ってる。ん？何してんの？なんかワインとかを作ってんのかな。あー、そうなんじゃない。おー、ほらほら出てきた。それどうすんだろう。なんか出てきたワインを、え？あれ、何？なんか出したよあ、そのゴミっていうか、この果実をこう絞ったカスみたいなのを外に出したみたいなことなのかな。その飲んでみる？飲ませてみる？飲ませたところで何が起こるのかって話はあるけど、あれ？なんだろう？待ってね。これもう一回できんのかな？よっ。なんかその外にゴミを出すことが目的だったんでしょうかね。よいしょ。はい。そしたら、またこれ吸ってくれて、
これカチャカチャ動いて。でね、これやっぱり見てもらうと分かるんですけど、これね、アニメーションめちゃくちゃ細かいですね。うん、すっごいあのクオリティ高いアニメーションだと思います。え、こっち見られても違うよってことか。はしごっぽいのは上には上がれないのかな。まあ、はしごをね、あのさっきの前のステージでね、こう登ってきたんで、このはしごもちょっと怪しいかなと思うんですけど。なるほど。ちょっと待ってね、どうしようかな。あ、これ登れます、この生き物で。なるほど、これ上上がれるのか。あ、上がってくれた、上がってくれてる。うん、そっからなんだ、あ落ちちゃったちょっと待って、上がってて上がってて、なんか上がってることに意味があるぞ、これは確実に。そうだな、これ落としてもらって、あー、この上行けるのか。ちょっと待ってよ、待て、これ回して回して回せない。あ、ちょっと待って、これ邪魔なのか、もしかして。よっ、ここから上に行けるってわけでもないのか。あ、このレバーが、ちょっと待ってよ、 OKOK、 ちょっとやってみよう。そのレバーがギュイーって果物を圧縮してる時に動ける可能性もちょっとある。僕の頭の中にあるビジョン伝わってますか、これこれ行くでしょ、で切り替えて、で吸ったらこれがグイーって降りてくるんで、でプシュってしてやってみて、動くでしょ、ほら、あー、乗れた乗れた、いけてる。でこっからジャンプの前にキャラクター切り替えて、パイプ切り替えて、おお、ほらほらほら、足場作って外出るんだ。いってらっしゃい、大丈夫、結構高いよ、あ、痛そう、体は丈夫、よかったね。で、これ外なんだ、どけてどけて、それ木の板だよ、っ、おし、でスペースキーで人間に切り替えて扉開ける、オッケー、なるほどね。で上がっていこう、カタ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 、一緒に上がろう。多分階段は普通に登れるはず、一段一段登ってます。オッケー、先行っとこうかな。なので2人ともこの次のエリアに行けることが確定したら次進めるっていう感じですかね。オッケー。でまた上に上がっていく、よし。で、このゲームね、そのまあ特徴的ってわけじゃないんですけれども、あの部屋ごとにね、パズルが完全に独立してって、その前使った仕掛けを次の部屋でも使うってことは今のところね起きてないですね。だから毎回部屋行くたびに違うパズル、全く違うパズルを楽しむことができます。いや、こことかもね、書き込みとか見てると、こうこの部屋のね、なんていうんですかね、木造建築的な匂いがしてきそうなぐらいあの細かく書かれてますよね。これ回してみる、ん、キノコ、魚、唐辛子かな、キノコで、あー、何してんのそれ、あれ、ちょっと待って、勝手に調理し始めた。多分ここになんかメニューみたいなの書いてある。ん、なんだろう、その赤い宝石みたいなの、他にできることあるかな、これは。あ、ダメだ、閉まってるって言ってる。ちょっと待てよ、触れるところをまず一回見た方がちゃんといいと思います。で、この生き物がやれることも、触れるとこ行けると、あ、なんかそこ踏めるじゃん、なんだ、あー、火にかけてますね、シャ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 ン、なんか出来上がった、食べてる、それでいいの、うん、わわわ、大きくなった触ってみる、うん、押せるあれ、なんか食べさせたら押せるけど、キノコでよかったのかな、そもそも、それが疑問だ。
これ押せるからってどうするんだ。ここなんかできんのかな。いや違うか。これもこの生き物に乗せるためにん、なんかあ、こっち側に押せないのか。もうこれ多分乗れる？乗れた。あー吹いてくれた。なんかフューって。あ、そういうこと？キノコだからうん、キノコだから風出してくれたんだ。唐辛子出して、唐辛子でこう火を吹かせなきゃいけないんだ。ちょっと待ってよ。材料がこれ唐辛子になってるんだな。でこれここ来るとこれ押すともう勝手に入れてくれて、でこの生き物がこう空気を送ってってわけじゃない。 1回目でいいのか。それは1回目だけで空気を送ってね、この調理器具を活性化させてくれたんだな。で今唐辛子が体にパンパンになってるから火を出してくれるはず。そうするとそのツタを燃やしてくれる。あれ邪魔唐辛子を燃やしじゃなくてツタを燃やしてくれるってことですね。ふん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 、いい感じ、わかりました。でちょっとどいて、よし戻ってきて、で歩いて頭踏んでもらうと体の中のもの出す。おお、そしたら進めるようになるってことですね。ありがとう。この生き物は塔の独特な生き物なのかな。あ、こう思ったら次水だ燃やすだけじゃない。最後水かけて、もしかしてあれかな、風も起こさなきゃいけないのかな。その可能性ある。よし、ちょっとスタンバっとこう。もうこっちで食べて食べて。うん、まあ、音楽とかもねすごくこの世界観っていうか世界の雰囲気にマッチしてる音楽が流れてきてるので、まあそんなにこうなんていうかこう心がせかされることもないし、まあ、この世界をねゆっくり考えたり冒険したりしてるっていう感じは味わえてるかなと個人的には思っています。ちょっとここの入れ替えがあれだけどね。よっ、じゃあちょっと水出してもらおう。そしたらどうなるのかな。で枯れるんだ。で最後風を吹きかけてあげるという。なるほどね。うん、こうやって風吹かせると燃えた木がちゃんとバラバラになってくれましたね。よし、じゃあ先に進もう。適当に作っといたやつ食べさせてあげた追加でねよし、でまた新しい部屋に行く。でそうやって進んでいくとこの暗い塔がどんどんなんか色づいていくというか、こう探索されていくっていうことですね。お、なんだ、すっごい豪華なピアノがある。かっこいい、これ。音符使う系はダメだよ、僕は。楽譜ほとんど、あ、なんだ、なんか指揮してるな。で、これ回すと、ん？あ、なんかハープ弾いてくれてる。おお、なんだ、あれ？もしかしてこの順番？なんかそうっぽい。これほら、なんかボタンがいくつかある。もう一回回してみていい？で、そしたら、同じように、結構早いよね。パーパーパー、パーパーパー、ふー。弾いてもらうのか？これ。どう、あ、これも何か触れるな。触れるものは全部触っておこう。え？これ、なんだ？なんかの生き物、これ指し示してるのか？そういうこと？うん。こうやって弾けるのかな？そもそも。うん？同じ顔してます。で、僕、てか人間はこれに乗ることできないですね。で、それぞれに乗れる。うん。でも、その、直接飛び乗ることはできないですね。一回降りないと登れないっていう感じはしてます。
はあ。で、この状態、例えば、ここをやってもらうとどうなるんだ？え、何も起きない。なんか一緒にやってくれるのかなと思ったけど、そうでもないのか？え、これ、毎回違うな。毎回違うって、この上にある、この生き物を指し示してくれてるから、その音が出せるってことなのかな？例えば、これ一番最初ですよね。だから、よいしょ。これが一番最初だから、これがこう。どう？ダメだ。違う。何の反応もない。もう一回、動かしてみる。この状態でね。うん。でも一緒ですね、これは。一緒か。え、ちょっとわかんないぞ。指揮をしてくれてるけど何にも反応しないし。もしかして他になんかできることがあるのかな？探してみよう。あ、乗れる！ピアノに。はい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 。おお、あれ座れちゃった。大丈夫？あ、出てきた。あら、増えた。あ、そういうこと。複製される。ちょっとだけ模様違うけど。そういうことか。ちょっと待って待って。で、これ、ドイツだ、これ。これ、こいつか。これはね、いらない。ここですよね。はい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 。じゃあ、これまず全員出さなきゃいけないな。これ必要なやつを。よっ。で、そうすると、吸って、これが出てきてくれるんだ。この音出すやつが。ぽよん？マークがないやつが音出す。だから、これ、2番目とか、そういうことね。で、こいつ、2番目じゃないな、しかも。まあ、とりあえず出すか。よし、できました。多分、これで合ってるはず。こっちから順番ですよね。で、指揮してみよう。いけ！かわいい、けど、若干怖い。どう？綺麗になったんじゃない？おお、喜んでる、森が。素晴らしい。これちょっと幻想的だな。よっ。指揮してる人間の男の子を置いて先に行こう。僕も行きます。はい。というところで、こんな感じでね、ずっと部屋ごとに独立したパズルを、こう、二人のキャラクターの特徴を使いながら解いていくっていうゲームですね。はい。こんな感じかな。毎回どこの部屋も空気感違うな。なんだろう。子供の部屋のようにも見えるし、こう、子供の頃の趣味を、こう、大人の男性になってから、叶えたみたいな部屋にも見える。ちょっと子供じゃここまでは無理そうですよね。なんか高いものも置いてあるし。ここは？あ、登れる。あ、なんだ、壊れてんのか。なるほど。それをまず直さなきゃいけないのか。なので、毎回、あ、そこになんかリングがあるな。こう違った仕掛けが。あれ？切れちゃった。おー、危ない。危ね。これ？なんだ？あー、なるほど。光を灯すことができるのか？なんだか、光があると、危ないところを避けて登れたりするとか、そういうこと？というところで、ここら辺で、ルナ、ザ・シャドウ・ダスト、紹介、終わっておこうと思います。いやいや、この部屋の謎はよっていう感じですけどね。気になるじゃんっていうところですけれども、そうですね。まあ、ちょっと気になる方は、ゲームチェックしていただくか、また、どこかの配信とかでプレイしてる可能性もあるかなと思っています。これ、あ、この生き物だったら、体重が軽いから登れるんじゃない？ふん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 。なるほどね。かなり、この後、気になるところですけれども、というか、まあ、ここのね、世界に落ちてきて、なんでこの世界に落ちてきたのかもわからないし、まあ、この塔にね、多分光をね、灯していくみたいなことが、このゲームの目標になっていってると思うんですけれども、まあ、すべてのね、光をこの塔に
灯した時をどうなるのかっていうところも気になるポイントではありますね。まあ、何にせよとにかくアニメーションがすごくいいし、音楽も世界観にぴったり合ってるっていうのもあるので、まあ、こういうちょっとね脱出ゲームとかをプレイしてる感覚ではあるので、そういうジャンルのゲームが好きな人にもおすすめできるし、まあ、アニメーション気になる方、こういうのを体験してみたいなっていう方にもチェックしてもらいたいタイトルかなとは思います。はい、それでは今回はルナ・ザ・シャドウ・ダスト紹介しました。動画見てくれてありがとうございます。また次回のタイトル紹介してるのを楽しみにしてくれてると嬉しいです。はい、ではまた。